はい、三人称のドンピシャーです。前回の続きからやっていきたいと思います。前回はウォガー、職人ウォガーを、確か助けて、うん、のミッションをクリアしてここに連れてきたと。で、あれだね、カルーシュ、ウォガー、あと、なんだっけ、女は全員一応連れてきたね、ミッション。で、あとはまあ多分話しかけるとまたそれぞれのミッションがあるのかな。でですね、ついにスキルがね、今7ポイントありまして、この欲しいと言っていたマンモスライダーとビーストライダーがどうやら取れそうです。じゃ、とりあえずマンモスライダーを、習得、そしてそのままビーストライダーを習得することによって、サーベルタイガー、ブラッドファングサーベルタイガー、あとヒグマにも乗れるようになると覚えたいと思います。でね、そして、まだ3ポイントあるんで、この3ポイントをこれ手名付け甲骨な獣、ケーブベアとアナグマを手名付けられるようになると、これをね、一応覚えておこうかなと思います。アナグマ多分相当可愛いんだよね。あんまり多分いないっぽいけどね。で、習得という感じで、でなんですが、ですね、この前回の動画、終わった後、まあその動画外ですよね、録画を終えた後にまあブラブラーっとしてたらですね、フラッと立ち寄った洞窟があって、その洞窟の内部でですね、なんとね、いい動物を見つけたんですよ、ちょうど本当に。なのでちょっと捕まえておきました。それはこちらです。はい、なんとサーベルタイガーくんです。撫でまーす。うわー、かわいい、うん、かわいい。そしてこのサーベルタイガーくんはなんとね、乗れるらしいんですね。ちょっと俺もまだ乗った絵は見たことないので、ちょっと乗ってみたいと思いますよ。乗るがあるね。乗った。うん、あれなんだね、三人称視点にはならないんだね。なるほど。いやー、でも早いよ、結構早いよ。いいじゃないですか。あ、これだいぶ早いな。ついに僕もビーストライダーとなれました。いやー、これであとね、クマにも乗れるし、あとは、なんだ？あ、なんかこの、あれかな？サーベルタイガーの、違う種族というか、なんか希少な方に乗れるのかな？これでだいぶね、移動が楽になるんですね。ファストトラベルで飛んでからの移動も、だ目的地まで相当早く着くに、痛い！あれ？痛いじゃないね。あ、これさ、攻撃できんのかな？あ、できますね。あ、乗ってる俺も攻撃できるし、多分、あ、いける。ん？トラパンチ。タイガーパンチができるね。いいですね。これはいいですよ。あ、すごい。これはもう、乗りっぱでいいレベルですね。やったー。じゃあこれで次のミッションをこなしていこうかなと思ったけどクマ捕まえに行くかね。クマもちょっと見たいな。ヒグマあたりちょっと捕まえに行ってみますか。じゃあちょっとヒグマがいそうなエリアまで行きましょう。多分ね、もう少しでヒグマがいるエリアに来てると思うんだよね。あ、ほら、いた！ほら、いた。これは一回、結構いるな。3頭ぐらいいるんじゃない？あれでいいか。よし。あれにしよう。よっ。よし、ついにヒグマを捕まえる時が来たか。気づいた。
イグマよ、しもべとなれ。あれ、なんか後ろにもいる。どう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 、やばいやばい、待て待て、今それ今捕まえたばっか、やめて、ちょっとやめて、てかでかい、このヒグマでかい、あー死んじゃった。ちょっと肉食べませんか、肉肉食べませんか、肉肉食べませんか、どうなってんのこれ、何、やめて、うおー、でかいこのクマ、うぅ、ちょっと肉食べてお願いだから、あ食べた、よし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 、どう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 、味方です、味方ですよ、はぁー、ぶねー捕まえられた、ケーブベアだこれ、あぶねー、怖すぎるだろう、あーなんて、なんてます、あーでけえ最初に捕まえた普通のクマがすぐ食い殺された、あーあ、獣が死んだビーストメニューで復活させられるだって、なるほど、いや復活させてあげましょうよ、ヒグマヒグマヒグマ死亡って書いてある、ヒグマ即死亡だったな、やばいっすねこれは、あーアナグマもねいけるんだね、ちょっと復活させてあげようよ、さすがにね、ちょっと普通のクマの方もさ拝んどきたいよ、ちゃんと、こう見るとサイズ感全然違うんだな、あークマかわいい、クマいいですね、すまんなヒグマ、でもお前の出番はないかもしれん、ひょっとするとだってこっちの方が強いんだもん多分、ちょっとすまんな、ケイブベア来るがよい、ケイブベア、いやあれなんだ、ドルちゃん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 、ドルちゃんちょうだい、かわよし、じゃあちょっとケイブベアに乗って一回、あてか戻るか一回でミッション受けよう、なんか、うん、じゃあ今度から移動はケイブベアで行こうと思います、はい戻ってきたということで、何のミッション受けようかな、何がいいかね、誰のミッションがいいのだろう、あっていうかね、アップグレードがいろいろできるかも、ひょっとするとサイランとことか結構集めたんですよ、あー集めてない、マンモスの皮足りない、うーん、こっちは、いけますね、アナグマの皮4つ取ってる、じゃあこれアップグレードしよう、えい、これマックスになるね、もうこれ以上アップグレードできない、お、どど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 これはでかいな、洞窟がアップグレードされて、であとはどうかな、多分他のは結構厳しいんじゃないかな、ちょっとこいつとか話しかけてみよう、こいつの小屋とかどんな感じなん、マモサシってここへ来たの、今は休む、マモサシってそういえば俺のことか、こいつめ、安全な場所ここでいいじゃんか、何言ってんだよ、あ何小屋作ってくれって言ってんのか、ああ狩猟スキルスリング長級長級長級作れるじゃん、長級っていう言い方でいいのか分かんないけど普通に長い弓とかなのかな、やった作りましょうよ、弓もねそろそろアップグレードしたいなって思ってたから、やったやるじゃん女、チンチン打つだけあるな、やりました承諾で、あこれ何、これ俺の肉、あこれ俺の皮だ、
ありがとう。うん、肉5個ももらえた。ありがたやー。これは？あー、やっぱ第2の、あ！これアップグレードすると2連指になるぞ。うわー、これは集めたいなー。ちょっと集めるか？ 2 連指、いいなー。いや、でも、あれだな。ちょっと次回までに、これは、うん、なるべく集めときます。ミッション進めましょう。いいなー、2連指。ちょっと次までに使えるようにしときたい。これ、肉いっぱいあるな。あ、とりあえずこのジジイにも、ションベンジジイにも。嘘はつかないよ、僕は。ちょっと水飲むわ。あ、そうだな、腕一本じゃ無理だな。じゃあ俺が代わりに立ててやろうね。クラフトスキル、クラフトミニ、新たなパックやベルト追加、トラップ仕掛けられる、凶暴化ナイフを投げられる。おお、なるほど、いいじゃない、いいね、いい感じに村が、確実に村ができてる。で、ウォガーの小屋。クラフトスキル、クラフトメニュー、新たなパックやベルト追加、トラップ仕掛けられる。いや、いいですね。これでさらに話すとどうなの。あ、やべ、これミッションだ。しまった。お、マジで強い爪を作ってやる。本当に完成するときに戻ってこい。爪があれば登って飛べる。何、何だと。あれ、すでにすでにだった。すでにだったかな。ああ、おじいちゃん、面白いな、おじいちゃん。え、爪の足の動きを登る。へえ、マジで。ウォガーの爪って何お前の爪なの。あ、ミッション追加、オロスの頂上だって。なになになに、どういうこと、オロスの頂上。あ、これだ。あ、近いじゃん、そんなに。あ、でも難易度ハードだって。羽を集めろ。一応行ってみますかね、せっかくだし。ハードだけども、よし。じゃあここまで、ここ、あ、ここも飛んだ方がいいか。お、なんか変わった葉っぱがあるな。そういえばこっち側あんま来たことないかもな。よし、で、ここを目的地にセットして行こう。あれ、どうした。いきなりクマに喧嘩売るなんてなかなかやるな。肉を食べなさい。うんうん、うわー、ちょっと鼻が豚みたい。あ、あー、いや違う、ベイブってひょっとして豚要素かと思ったけど、それはベイブだった。乗れるんですか、あれ、このケイブ乗れない。ひょっとしてケイブは乗れない。あ、ケイブは乗れないわ。ヒグマくんヒグマくん、出番が来たよ。ヒグマくん、我を乗せてくれ、我を。ヒグマくん、よーし、よく来た。君は優秀だよ。よし、行こう。いやー、夜に来ちゃったね、こんなところに。夜に来てしもたから、ちょっと暗めだな。一応あれか？間違えた。これで火つけとくか？ね、あ、もうギリギリじゃん、これ壊れちゃうよ。あ、ちょっと高かった。あ、大丈夫か。あ、なるほど、見つかっちゃったな。
お前の力を見せてやれ。あれどこ行った？あ、もう食べてた。強い。いいね。あ、しかも乗りながらこれちゃんと調べられるのはいいね。着いた。着きました。ここだな。イーグルクライピーク、新たな場所発見。あ、ここ登れる？あ、登れた。このまま行けちゃうかな。グラップルグローを使って障害物を飛び越えろ。なるほど。 OK、 じゃあクマと一回別れるか。こうなったらあれだな、ケーブルウェアにすればいいんだな。よし、で一応ケーブルにしといて、あ、呼び出せません、残念。あ、これ何？あ、いけるか。グラップル、なるほど。これ向こう側は無理か。これさ、ジャンプでとかいけないのかな。いけるかな。外して、タイミングよく外して、あ、無理でした。別にそんなことしなくても普通にいける。間違え、あれ、グラップル上昇、これ取れるんですか。あ、取るとかじゃなさそうだなこれ。あ、これなんか落とせたりしないの。ああ、しないんだ。こっちを通り、上り、足の羽か。なんか強いモンスターとかいそうだな。てかわしがいるのかな。ん、なんか飛んでるのがわしっぽいぞ。よし。あれは何、ただの鳥。おお、おお、普通になった。ありがたやー、ありがたやー。ああとは、おお、いたごめんごめん、襲われた。あ、やった、矢打ったら当たった。羽、普通の羽だ。よし、ここの上にグラップルできる。登れい。うっさ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 うい。そして結構高いとこ来たぞ。あ、さらに、あ、また襲われた。定期的に襲ってくるな。しかも結構減るし。あ、また向こう側にありますよ。と、いただきー。2つ目でグラップル、これで新しいグラップルポイントに。グラップルポイント、グラップルポイント、あれ、グラップルポイント、はい、ですよ。そして最後のグラップルポイント、さあよっ。お、よし、3枚目。あとはさらに上いけるのかな。いや、いやいやいや、あ、いける、ここでいけるわ。登りの、あ、痛い、ちょっと今登ってる最中だから。あった、あそこだ。ピュッ、はい。あー、痛い、やめて、やめてあげて。はい、ん、痛いよ、ちょっとすごい端っこにある。よし、急げ、急いで取りに行くんだ。よし、
水に飛び込め。なんで、ほっ、いいのか、これでいいのか、これでいいのか、うわーぶわー、なぜだ、なぜ水に飛び込んだんだ。よし、はい、オロスの頂上完了。いや、どうせならもっと、もうちょい上調べたかったんだけど、まあまあいいか。よし、あ、てかスキルも結構覚えられるけど、まあちょっとそれは後でやろう。よし、帰ろう。帰ってきたでー、ジジイ帰ってきたでー、ジジイ、よっ、おー、さすー、ジジイ、おい、ジジイよ。ウノムが以前のウィンジャの故郷を襲い通っても壊した俺の腕を食べた。そうかい、いや、直せないから、トーテムは直せる。ウダムを殺し、トーテムの破片を集めろ。あ、これなんかまた新しいミッション始まってね、始まっている。なるほど、じゃあまあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。3人称のドンピシャでした。